ジャワクマタカは、長高高木高角マタカ族に分類される鳥類。インドネシア固有種全長56から61センチメートル。背や翼、おハは脳褐色、下面は泡褐色。口頭には、黒褐色のカムが発達する。くちばしの基部から頸部へ向かう反紋は、黒褐色。喉から、胸部は脳褐色の縦縞、体側面には腹部。 おばき部を覆う、羽毛。人間でいう足の甲を覆う羽毛には、褐色の横縞が入る。光彩は黄色。くちばしは黒い。卵は、長径60から69.9ミ、mm、リメートル。短径42から53.8ミ、mm、リメートル。幼鳥は、全身が大色で、寒羽もあまり発達しない。翼の羽毛の外縁が、泡褐色で、腹部などには、横縞が入らない。 交際は、肺褐色。以前は、旧熊田家族スピックシータスに分類されていた。2007年に、ミトコンドリア DNA の取得ロムビー制御領域の分子系統解析から、本種や熊田家を含む東アジアから東南アジアに分布する構成種を、熊田家族内ゼタスへ分割する説が提唱された。標高200から1200メートルの低山地にある、 熱帯雨林に生息する。クマネズミ族、ハイガシラリス族カルロスキウルスなどの月シ類、コウモリ類、コモンツパイツパイやグリスなどのツパイカ、ジャワルトントラキュピテクスアウラチュスカニクイザルの幼獣、スカンクアナグマミッドウズジャバネンシスジャワマメジカトラグルス、ジャバニカスマレーヒオケザルなどの哺乳類、ジャワミヤマテッケアーバラフィラ、ジャバネカガマグチオタカルイバトリコスタマスジャベンシス、 ミフーズラアオゲラ族ピクスキジバト族、ストレプティペリアシロガシラ族パイクナヌトスなどの鳥類、ヘビやガマカ、トカゲカなどの爬虫類を食べた例がある。繁殖様式は乱生。終年繁殖するとされるが、主に1から7月に繁殖する。斜面にある上緑樹の大木に巣を作る。1回に1個の卵を産む。放卵期間は47から48日。ヒナは、 孵化してから60から70日で巣立つとされる。本種の形態がインドの神話に登場する鳥であるガルダに似ているとして、1993年にインドネシアの国庁に指定されている。開発による生息地の分断、破壊、ペット用や白製用の乱獲などにより、生息数は減少している。インドネシア政府と国際的生息地の NGO による、 保護活動、日本と生息地の研究者による合同調査などが進められている。1979年に旧カ科目ファルコニフォームズ単位でワシントン条約付属下記2に掲載されている。ありがとうございます。